ということで深夜飯のコーナーでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう12時だ今日あの昼間からちょっと約束してたんだよね。はい、いやこの深夜に食べるのいいよね。何食べるかな。ちょっとねそのために夜ご飯ちょっとね控えめにした。食べてなかった。そんなに米を控えめにした。じゃあこれから深夜徘徊行ってくるか。何食べよう。うんね。じゃあお留守番頑張ってね。一人でね。いやめっちゃ買ってきたね。イエーイ。多分みんな引くよこれ。はい、深夜の12時23分。わあ、今食べたいもの取ってきた。これ新発売。すげー。これなんだっけ、よく見るやつ。ヨーグルッペの飲み物。おお、飲み物。うん。アイスじゃなくて。うん。あ、これはアイスよ。これがアイスになったムース。うわー、すごいなー。この量よ。あ、これ。これ何これ。ピザ。美味しそう。美味しそうだよね。すごいいかつい男性の方が作ったのかな。金のってつくやつ美味しそうじゃない。確かに、ね、金のハンバーグとかあるもんね。あるね。お父ちゃん多くね。え、俺多いよ。お父ちゃん超多いよ。結構ね、デザート系がね、多いから。待って、これお父ちゃん多すぎやと。え、そんな買ってた俺。多すぎ、だってさ、あらパンめっちゃ買うなと思ってさ。いやで、普段俺パン食べないじゃん。そう、だから、ね、今日はね、ちょっと奮発しちゃったんで。めっちゃ欲しいと思って。いや、俺マジで超楽しみにしてるの、これ。これさ、俺学生時代の時にさ、めちゃくちゃ食べてたの。嘘。うん。見覚えのないの紛れてんだけど。あ、ここでしょ。ね。いや、なんか意外と私少ねえと思ってさ。いやいや、待って、これ。いやいや、ホットケーキ追加したの。いい。やばすぎたの。今日の昼作った。あー、チーズの匂いがすごいな、これ。すごいっしょ。うん。腐ったチーズの匂い。腐ったチーズ、カビパンじゃん、それ。ブルーチーズだよ、これ多分。これってさ、どこでも売ってんのかな、このこのシリーズ美味しいよ。セブンで買ったんだけどさ、セブンのあの、こう、機械で作るさ、スムージーあるじゃん。おお、でもあれさ、ちょっと勇気いるんだけど。なんで。え、ドキドキする。うん、楽しいよ、コーヒー作るのと一緒。ほんと、ちょっと蕎麦がね、食べたくなったよね。あ、蕎麦いいな。ちょっとさっぱりしたもの食べたくて。うん、私、こういうの結構好きよ。私、これさ見てよ、この食テロ。うわ、懐かしい。なんかこれ引っ越しぶりって感じなんだけど。あ、引っ越しの時にコンビニで食べたね。コンビニ行ったやん、夜。うん、あれぶりだ。このさ、マヨコーンパンさ、この部活終わりとかによく買って食べてたわ。うわ、なんかエネルギー補充されそうじゃない。うん、これびっくりしたのが160円すんのよ。当時110円とかだった。118円とかじゃないっけ。結構安かったイメージなんだけどさ、でもこれで200円すんだと思ったよ。え、ほんとと172円じゃん。やばいよこれ。高なったね。ちょっと焼きそばも食べたかったんやけど。いや、売ってたね。ちょっと厳しいと思った。でもセブンって言ったらこれでしょ。何それ、つまみ。一回みんなに食テロするわ。それ食べたことない。美味しそうじゃない。あ、これ私のだからかしら。これ豚なんかな、牛なんかわかんないんだけど。牛じゃないの。え、た、え、豚とかあんの。タンあるよ。そうなの。豚タンあるよ。ちょっと食べてみ。うめえ、コリコリ。セブンのね、こういうお惣菜系はね、間違いない。砂ずりみたい。うん、レモン味がついてる。あっち、超あっち、あっち。何回やんだそれ。湯気が熱い。今日のさ、夜ご飯はいろんな具材が入った煮物です。これこういうのでご飯3杯いけるかんね、冗談抜きで。煮物美味しいよね。うん、てか俺、タレかけるだけでもいけるもん、全然。何、煮物のタレ。あ、煮物のタレ美味しいよね。そう、煮物のタレダクダク。うわ、分かる、分かるかも。あれもなんか牛丼のタレと同じ要領でさ。ああ、焼肉のタレみたいな。そうそう。運動会思い出す。運動会にそばってあったっけ。え、あったでしょ。運動会そばじゃなかった。何それ。そばとお稲荷さんとエビフライでしょ。あ、お稲荷さんあったね。運動会ってのさ、あの重箱みたいに入れたお弁当がさ。え、今って重箱やるか。
やってんのかな。ちょっと覗いてみたいよね。うん、え、それダイエットにいいの？生ハムブロッコリーサラダ。ヘルシーだ。ヘルシーなんだけど味がしっかりしてる。ちゃんと味付けされてる。これタレだ。うまい。うまこれうまいわ。おいしい。前さ、なんかタンパク質が取れるパンみたいなやつでさ、このシリーズで売ってたんだよね、前。へー、それ売ってなくてさ、これに変わったんだ。ちゃんとね、ブロッコリーの食感があるわ。うんうん、まだある。あと冷凍のブロッコリーって食感ないじゃん、正直なんかしなってる感じだけど。わかる。それじゃないわ。なんか全部食べれそう。いや、マジで。俺らってさ、結構昔大食い企画やってたじゃん。本当だ、してた。食べ、ね全部食べた記憶がないよね。もう次の日とかに回したもん、うん、チョイスがいいんじゃない、うん、いやちょっとこっから甘いの続くからね。これ何？これうまそうじゃない？このハリボー。あ、ハリボーの何？イチゴ？イチゴ。俺さ、これ毎回さ食べたいなと思った。このさ、中がさ白っぽいんだよね。サクって感じのやつ。うん、これマジ怖い。これだけで300キロカロリーある。一粒でいいわ。うわ、え、うん、なんかすごいトロトロじゃない？これさ、カスタード入ってんだ。カスタードって書いてあるじゃん。見てなかった。何？これ普通のホイップクリームだと思ってた。え、うまっ。だってカスタード好きじゃない？うん、めっちゃ好き。マジさ、セブンのさ、ゆで卵ってマジ世界一うまいと思うんだよね、ゆで卵買える。食べたことない。え、ない？うん、マジやばいよ。半熟ぐらいなんだ。え、みんな食べたことある？あ、でも結構お昼で食べる人多くない？いやね、これね、1個100円すんのよ。高いじゃん、普通に。高っ。高いんだけどさ、あの出す価値はあると思う。え、でもお昼で100円とかだったらいいと思う。これ1個、うん、いや、卵として見たらいいか。いや、卵にしか見えないよ、卵は。違う。どういうこと、どういうこと。お昼ご飯として見たら安い、100円。うん、うん、卵って見たらいいか。あ、そういうこと。確かにね。あ、うん、そう考えて、そうだわ、うんうん、なんか頭ハゲたくない？え、俺？俺マジで本当最近悩んでんだから、やめて、マジで。俺ハゲって言葉にマジ敏感なんだから。一口ファーストインプレッションすごいよ、これ、はい、こう入れた瞬間さ、こう寝ちゃってさ、わかる？いや、マジでわかる。違う、マジセブンのね、うん、卵寝ちゃってこう、この食感、塩加減が最高なんよ。ちょっと一回って食べてみて。え、私いいの？え、じゃあ半分までいってほしい。なんか中途半端のなんか白身だけとかマジやめてほしい。もうおかしい、なんか。いや、マジうまい、本当に。もう何これ。塩加減最高じゃね。めっちゃ美味しい。ここ見てた断面。なんでそんなさ、君にさ、塩があんの？断面見えないかな。ちょっとリニアさんの顔で。え、美味しい。あ、ダメだ。あ、まあまあ、このテカリでわかるでしょ。え、これマジうまくね？めっちゃ美味しい。え、それ何個でも食べたい。うん。どうやってつくんだろう。多分セブンの卵消えるぞ、こんなこと言ってたら多分。こっち美味しい。オマールエビ。うん、こうエビ感が強い。ちょっと苦味がある。大人なオマールエビ。子供のオマールエビを食べてみたいな。じゃあ。やめて。もう。いや、でも聞いたことないもん、その大人のオマールエビなんて。どういう仕様なんだろう。何、子供のオマールエビ食べてみた。大人の味ってことだい。あー、ん？何？ショートケーキのなんか匂いがするわ。中が白いらしいんだよね、確か。あ、すごい。え、何それ、どうなってんの？マシュマロみたいな。うまい？ちっちゃいさ、うん、箱の風船ガムあるじゃん、4つ入ってる、あのちっちゃい、あ、あの駄菓子に売ってる、そのいちご味のガムの味だわ。おお、おガム？グミだって。あ、グミ。私好きだ、これ。好きっしょ。食感いいね。もさもさしてるよね。うん。罪悪感ないけど高いんだっけ。なんか食べれるんだけど、うん、なんかもう食べなくていいかなって。
だからさ、要はもったいない病が出ちゃってんのよ。うんうんうん。なんか美味しいで終わりにしたいっていう感じになっちゃって。こうそう、ゆっくりこれちょっと堪能したいんです。オマールエビ赤ちゃん、赤ちゃん寝たよ。今日のデブ企画は終了します。結局食べてちょっと片付けないと。ちょっともったいないな、これ。皆さん、次回予告また。うん、次回桜が散った。えっ？